はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ジャンタマで麻雀やっていこうと思いますってことで、まあ、トンプ両方予約して、始まった方からやりましょう。4人だね。行きましょう。おっと、4分の3、おっとっと、始まった。はい、じゃあよろしくお願いします。なるほどね、シャーチャか。泣いてみよう。たまに一応シャードライチで行ってみましょう。これはどうするかな。頭がねえな、とりあえず。頭がないけど、とりあえずジャンメンが2つできたのと、完成しているのがまあ1つということで、まあパーツは揃ってるかなと。そうか、総図で2面積見てもいいかな。どうだろう。7か。おっと、泣かれた。そうだな、5678、これこうするのか。スッチーワンとウッパーソーで頭ができたら、来なかった方切ってテンパイという形でいいのかな。まあできればドラ引きたいかな。スッチーピンが仮に出た時に泣くかだけど、おで赤、なるほど。さあ次は染めたいな。染めたくなるよね。あんまり染めらんないかな。1234577788か。おっと、一通が見えそう。まあカンちゃんどっちか埋まっ
てリーチでもいいし、6が入るのが、あーでも1通確定より2面でテンパイの方が嬉しいのかな、どっちだろう。まあこれは切って、まあサブローピンと三蔵ウーソーが欲しいって感じかな。それは、切っちゃっていいか。いや、わかんない。どうだったんだ。246688。あれ？そっちが入るの？いや、でも頭なくなっちゃうから、おかしいかな。ありゃー、トン大丈夫？こっち切る？あー、いや危ない。ちゃんと降りるべきなのかもしれんけど、ワンズがわからん。これはやめとくか。一枚も切ってないもんね。あはは、ちょっと切りたい。ダメ？あ、大丈夫だ。そうか。一巡早ければね。あ、ロンです。よかった。一通ドラ、5200点上がって、親か。オッケー。これはどうでしょう。一品。まあ、白泣いて、白泣いて、白ドラ1？かな。おっと、1234、トイツが4つ、チートイもちょっと見ようかぐらいの。泣かないよね。ちょっと泣いてみるのもありな気もしたんだけど、トイトイじゃなくても、まあでも白から泣けないとちょっとやだよね。そうね、白が泣きたい。これはまあ切っちゃおうか。パースを切ってるし。そしたらこうかな。三蔵、どうだろうな。とりあえず白を泣きたい。
なんとなくでも統一で持ち合ってる可能性がある気がしてるけど、どうしようかな。ニャンピンはいらんよと。ニピンもいらん。ハクはもちもちかしらね。ボンです。あらま。まあ切っちゃおうか。ここ統一でどうせドラ使いたいし、こうなると吐く泣いてドラ頭で、ワンズ2メンツ、ソーズ1メンツって形を目指すことになるかな。うん、これは良い。パクポンできればテンパイだし、できなくてもまあ両面でリーチできるならいいんじゃないか。おっと、これはリーチでなくてもいいか。スッチーピンは、お、7枚残ってる。ああ、でもこれ別にリーチしちゃってもいいか。リーチしないでも上がれるからと思ったけど、ドラドラだし。でもこっからなんか変わるかっていうと、ドラ引いてきた時に短期で受けたりしないもんね。ああ、でもドラ引いたら、吐く切ってリーチはあり得るのか。あ、ロンだ。ロンニャン。オッケー。吐くドラドラの7700点で、まあ3万8000点まで来たか。よしよしよし。これはどうしようかな。ん？結構バラバラだな。一応3と1。3と1だけど、あとはバラバラか。ハクポン、そうね、これなんかあんまり上がれそうな雰囲気がないな。サンマならね、とりあえずペイを抜くとこなんだけど、あ、ひどいな。E1 取っといてたらちょっと面白そうだったのに。まあそれは言ってもしょうがないか。お、少し進んだ。少し進んだけど、結局9ピン頭にするしかないと思うと、ペイはアンコンないとチートイとかじゃない限りはあれだし、あれって
かといって泣いたら役ないから、ペーをねあんこにするぐらいじゃないと。ワンズで2メンツ、キューピン頭、ペーあんこにして、ソーズとピンズで1メンツずつ作る。あ、じゃないな、ソーズとピンズで1メンツずつ作る必要はないのか。1234、ちょっと待って、キューピン落とすか。ペー頭でソーズと、ワンズで2メンツずつあればいいのか。そうだそうだ、ここ最近全然勝ててないからね、これはちょっと最後まで勝ち切りたいとこなんだが、一つ前の曲ね、リーチとかするべきだったかな、さらに点差を広げるために。まあでもわからんよね、どうだろう。ロン、おっと、これは白と赤ドラで2000点か。なるほど、まあ俺としては嬉しいのかな、曲が進んで。そして、今度はまた統一が3つある以外はバラバラって感じかな。まあ自敗整理しつつ、自敗整理しつつちょっとチート意見て行きましょうみたいな感じかな。まあ振らないのが第一目標だけど、こうなってくると。まあかといって親に連チャンされても嫌なので、少しねできれば上がりも目指していきたい、いきたいけど、まあドラが2枚捨てられてるし、あとはなんだろうな、高いって怖いの。これはなんだ、結構進んでるような進んでないような、未だにメンツは1個もできてないからね。1列目終わっちゃったけど、未だにメンツは1個もできてないぞと。かなりバラバラだなやっぱり。リーチね、おっと、そのリーチはどうしよう普通にわからん。普通にわからんけど、二巡切れるし。まあ13000点、4位の人のリーチだから安く上がってもらえるのが一番な気がするけど、何が大丈夫か全然わかんない確実な安牌とかないからな今。9ピン通る、
なんとなく7を並べたくなるけど、安全に行こう。ペンちゃんとかかもしれん。そして、初も通るよね、これなら。なんとか今回は逃げ切れそうかな。お、スーワンも通るのはいいね。そして三蔵も通る。お、三巡持つ。三巡持つぞと。お、三蔵も通るよね。まあこっちから切ろう。これでまだ手牌に安牌が、3枚あるから結構逃げ切れそうな雰囲気がしてきたかな。リーチです。あっちもリーチ、そしてチーニャ。おっと、2人してリーチだけど、チーワンが通ったからチーワン切ろうか。お、スーワンも通る、ありがたい。スーワン通るのはありがたい。初通るよね。三蔵から行こう。でも確実にそっちつもはね、親だからね、よくない。リーズもピンク赤。なるほど、7800点。危ない、まだまだセーフ。まだセーフだけど、まだセーフだけど、親だから続いてしまうと、ちょっと怖いな、これは。せっかく最近トップ取れてないから今日こそと思ったんだが、シャアは風じゃないんだよな。これもちょっと遅いな。ドラは統一だけど、まあでも345完成してるから、おや、345、まあ123789、それで天敗っていうこと。まあ、ペンちゃんカンちゃん埋まって、これペシペシってやれば一応シャボで張れるけど、そんなに簡単にいくかしらって感じか。ん、それはまあ少し進んだと見てもいいのかな。まあ両面2個と見ればワンズで2面ツ、そしたらピンズどっちか払っていくのかな。ん、まあそれもそれで手は進んでる。これピンズ埋まった時ってリーチするもの？早けりゃしちゃってもいいかもしれんけど、これどうしようかな。ドラ出て、ああ、いや、わかんない。どうしよう。そうだな。うわぁ、ちょっと怖いなぁ。追いつかれちゃったね、これは。張ったらリーチかな、こっちも。これは、ポ
あ、チートイも見れるな。チートイ、あー、これどうしよう。両面だし勝負かな。リーチしようか。さあ来い。あれ、カンちゃんがそっち待ちの方が良かった。あ、サブロワン。なるほど。ポンニャ。ポンニャ。ほう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 。どうだどうだ。積もりたいな。っていうか上がりたいな。あ、ロン。ロンニャ。よかったー。リーチドラ4の漫画で、終わりですね。ありがとうございました。オッケーオッケー。46プラス、まだ遠いな。200分の90いくつじゃ。3回ぐらいトップ取んないといけないのかな、今みたいなのだと。3、2、1とちょっとずつ戻ってきた。そう、前回ね、数え役も上がって2茶だったからね。まあ、サンマの方も、まあ、低空飛行からね、ちょっと戻ってきた雰囲気はあるから、この調子でね、どっちもやっていきたいかな。ってことで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。あれ？よし。